ここずいぶんジメジメしてるわね。あ、大丈夫？滑るから気をつけて。うん、ありがとう。行くぞ。なんだこいつらは。よし、行くぞ。よし。すごいのね、こんな風に鉄を簡単に切るなんて。そうか、剣士ならこのぐらい珍しくねえと思うかな。あ、そういやここウーシーと一緒に来たとこに似てんな。ウーシー？あ、牛のウーシーだ。やっぱりルフィは面白いな。向こうから風が吹いてる。みんな、そ、あ、あそこにいるのって変な野郎だ。いきな、おいおい、こっちは賞金。すべて切り刻んでやる。なんだこいつ。おお、キャベツじゃねえか。待てルフィ、こいつの殺気残らず切り殺す。切り裂いて、切り刻んで、切り、あいつ急に黙ってどうしたんだ。ウソップ、油断しちゃダメよ。彼とんでもないっす。いやー、こっち向いた。俺の爪は竜の爪。お、俺の方はいつでもいいぞ。三刀流黒上大達馬。しやったな。おいおい、くさ、仲間の力を見せてやる。くさ、必殺二度ドクロ爆発。悪いようにはしねえ。竜双剣、竜の息吹。敵も味方も関係なしの人斬りに変わるとはな。斬撃の速度はなかなか厄介だった。修行の成果が出てきたな。成長を実感できるほど強くなれた。スーパー、ん、麦わら、
そしてトラファルガーロー。何しやがる。僕の人気を返せ最悪の世代。何すんだ。こいつは俺の仲間になったんだ。なってねえよ。お、気がついたか、トラオ。ドフラミンゴをぶっ飛ばしに行くぞ。なに？それは僕の役目だ。ドフラミンゴを討ち取り、さらなる人気を得るんだ。なんだ、人気って。考えてみろ。ドフラミンゴほどの凶悪な海賊を倒せば、新聞社が放っておかない。朝から連日取材が殺到。こんにちは、スーパースター。あ、待ちたまえ。ドフラミンゴは僕に任せるんだ。いや、せめて僕も連れて行け。だよ、キャベツ、勝手についてくんなって。うるさい、僕も行く。それに僕はキャベンディッシュだ。じゃあやってやるか。ゴムゴムのガソリンだ。
ルフィ、気配を感じる。あいつだ。ああ、誰かが俺たちをつけてやる。麦わら屋、さっきいたあのガキは誰だ？ああ、リムのことか。最近友達になったんだ。あいつさ、箱の力を持って。箱だと？ああ、俺たちの力や記憶を箱みてえにして持ち出せるんだ。どういうことだ？うぃ、お前の能力は俺がもらう。標的を俺に切り替えた。つまり目的は噂に聞く能力者狩りか。ウィー、この能力。お前弟。もういい、喋るな。ギアセカンドゴムゴムのレッドホーク。メラメラの実をよこせ。三刀流奥義一大三千大三千。こんなもんか。必殺二度ドクロ爆発。仲間の力を見せてやる。どけ。竜槍剣、竜の勇気。竜シャンブルズ波動エルボー。こいつ強えな。そこだ。麦わらの一味にはもう手を出すな。ルフィたちに危害を加えるつもりなら、それ。調子がいいぞ。力が戻ってきたな。怪物と呼ばれようと。よーし。この力。やった。必要な力。もう大丈夫だ。レベッカ。うん。うん、そうね。トラファルガ。チッ。おい、聞いてるのか。
この辺にもおもちゃが嫌がるし、あいつが出てくるのは確実だよな。山みてえなシルエットに見覚えがねえか。何なのよあいつ、いくらなんでも大きすぎるわ。みんな気をつけて、あれはドン・キホーテファミリーの最高幹部ピーカだよ。お前が麦わらのルフィか。さあ、我がファミリーに勝てつく者たちは俺が相手に。相変わらず声だけ。しー、やめろルフィ、挑発すんな。ダンディさん、似合わねえ。貴様、あんな化け物と戦って大丈夫なの？構やしねえよ。見たところあの時と何も変わっちゃいねえ。こいつのことはよく覚えてる。切り替えのある相手だったぜ。あいつどこ行った？ソプラノ野郎は岩の中だ。気をつけろ。とうとう俺を本気にさせやがる。シャツ見とろ。ドクロ爆発ボーイ。まだだ。刀がうずき三刀流黒上大竜馬。やりやがったな。よっしゃ、そいつは任せたぜ。俺が相手になってやるよ。ディアブルジャンブビアンキュイグレラショット。くそ。竜槽剣竜の勇気。やるか。三刀流黒上大竜馬。やっと出てきたな。姿を見せたね。あっ、ぶっトップグリーンの多彩性見せてきさ。火薬星なんだ？し、な、おいよ。切り替えがありそうだ。三刀百八ポンド砲。俺が。俺に任せろ。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘル。強そうだな。でも俺は差別はしねえんだ。調子に乗るなよ。俺から行く。貴様火薬星。
してやる。ゴムゴムのブレッド行くぞトラッカリビケンブルーバード流走剣竜の勇気いけるか？よっサードゴムゴムのギガントピストルピッピッキャーお前みてえな石ころに用はねえよ道を開けろはいよっしゃこんなところでよこうしてやったよすごいすごいドン・キホーテファミリーの最高幹部あのピーカを倒すなんてするのはまだ早いそいつはドフラミンゴを倒してからだあなた本当然だコラさんは死の病に侵されていた俺を救ってくれた恩人だそしてそんなコラさんが止めようとしていたのがえ家族なのに止めようとしたの家族だからだけど結局コラさんは引き金を引けなかった優しすぎたんだあ、行くぞあいつの場所までもう少しだ家族を止めようとしたコラソンそっかローははないようだが大きいおいおいこんなと他に道はなさそうだしなよし登るぞ